スマホホルダー取られたことあるんですよ。あれって、あれないってなって。はい、どうも、副島マックスでございます。ほい、はい、今日はですね、ゴルハートさんの F6、 これはあのスマホホルダーですね。そしてほい、はい、こちらが、クランプホルダーになります。この2つをセットで今日はね、ちょっとご紹介します。あ、なんかいろいろ入ってる、こういうのが入ってる。説明書ですね。クランプ本体、まあ、こっちでしっかりと挟むよってことですね。これ、ここ、これなんか何かなと思ってたんですけど、これね、ハンドルなんですね。締め込んで、これをこう入れて、こう、これでこうぐるぐる回して締め込むわけですね。で、これが要は取れるんで盗難防止になりますよっていうことなんですよ。なるほどと。この部分なんか変な形だなと思ったんですよ。こう手で回すにはね、ちっちゃいし、これで締めれるのかなと思ったら、まあ要はこれで締めろってことですよね。まあ、このクランプ部分もかなりこういうのがついてたりとか、いろんな形のものに取り付けれるようになっていますね。工夫がされている。クッションみたいなやつと説明書ですね。本体がこれですね。わ、高級品な感じ。ロックとロック解除ボタン。ロック。ロック解除。ああ、伸びる伸びる。こういうことですね。結構でかいのまでいけるかな。コーナーパッドを取り付ける。これがコーナーパッド。なかなかこれというものに出会えないスマホホルダー。まあスマホがね、やっぱ何年かに1回は機種変しちゃいますからね。僕のこれ SE2 です。SE2 に iFace のケースをつけています。これで後ろのこれですね。こう押して、これロックですね。はい、つきました。まあまあ、そう簡単には取れなさそうですね。ガタガタガタ。結構ね。揺れますからね。これはでもケースとの相性はありそうですね。こうですね、ボールジョイントあります。取り付けて、でこれで締める。こういうオプションがあります、まあ、カメラのネジがついててボールジョイントから、まあ、GoPro 用ですね。 GoPro 用もこれは僕結構使うと思うな。僕の愛車は NC750X です。ここにね、スマホホルダーつけて、まあまあ使ってるんですけども、これもだいぶ長いですね。もう5年くらい使ってんじゃないかな。ちょっとコールハートさんのやつに変えましょうか。もう見た目だけですごい豪華になるような一旦ちょっとクランプだけつけますね。これはすごくいいと思います。これはいいアイデアだと僕もすごく思いました。あの、今ふっと思い出したんですけどね、僕前ね、スマホホルダー取られたことあるんですよ。ショッピングモールの駐輪場にちゃんとバイク置き場に置いてたんですけど、ないですね。あれって、あれないってなって、嘘ってショックでした。結構ショック。取るやつおるんやと思って、大阪の南の方の町でしたが、さすが大阪だなというふうにちょっとその時はね、あのがっかりしました。ほんとマジかと思いましたよ。まあまあまあ、こうつけるわけですね、うん、これでギューッと締めちゃう。ギュ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 、こうするともう手ではね取れないですもんね。ここにこれをつけてギュッとこう締め込んであげると。で、まあスマートフォンですね、これつけて、でロックする。これで大丈夫と。ああ、大丈夫でしょう、うん、大丈夫でしょう。そう簡単には取れなさそうです。ちゃんとつければ全然不安はないですね。細いんですけどね、こっち。このグリーンのパーツを使って締め込むことができると。なるほどと。そういうことかと思いましたね。ある程度細いところもカバーしてくれそうです。何せやっぱこれがいいですね。このマウスハンドルシステム、これが素晴らしい。盗難防止になります。外れないもん。手で回すことできないもん。僕の NC750X なんですけども、このトップブリッジの部分に綺麗にはまりました。ここだとメーターの邪魔にもならないしね、かっこよく取り付けることができました。こうやってスマートフォンを設置してかっこよくナビも見れる。意外と太いところもいけるんだ、細いところもいけるし太いところもいけたんだということです。ここだったらいいな、かっこいいですね。はい、というわけで僕はコルハートさんのですね F6、 ここで使いたいと思います。コルハートさんの F6 ご紹介しました。